こんにちは。今日はスピルバーグ版ウエストサイドストーリーです。全米では2021年12月10日から公開になり大評判になっています。日本では2022年2月11日公開です。僕は最初にスピルバーグがウエストサイド物語をリメイクすると聞いた時に、なんちゅう無謀なことすんねんと憤慨しました。なぜなら1961年のウエストサイド物語は ミュージカル映画史上最高傑作の一本で、なんかあの名作を汚されるというか、あの作品自体の評価を下げてしまうんじゃないかと思ったんですね。ですが、このスピルバーグ版ウエストサイドストーリーを見てびっくらこきました。これはどえらい傑作やったんです。このウエストサイドストーリーはもともと1957年、ブロードウェイの舞台の映画化です。 だからリメイクというか再映画化といった方がいいと思います。まあ古くはショーボートなんかも何度もブロードウェイの舞台版が映画になっています。1951年の MGM のものが有名ですが、その前にユニバーサルで2度映画化されています。だから権利を買えば誰でも再演しようが再映画化しようがいいわけです。まあそういった意味では一つの物語をいろんな人が作り直すのを見て楽しむというのも一興です。 例えば日本では落語なんかは良い例で、芝浜は誰がいいかとか、例えば男春がいいとか、いや、師匠の男子野郎やっぱり、とか、つーの間で喋るでしょう。まあ、ジャズで言えば、えー、いつか王子様が、マイルス・デイビスがいいとか、ビル・エヴァンスがいいとか、あ、まあ、ちょっと例えが古かったですかね。はい。まあ、この映画の楽しみ方も人それぞれですが、僕は1961年版と比較しながら楽しみました。 えー、一番最初にこのウエスト・サイド物語を見たのは70年代のリバイバルで劇場で見ました、えー、その後香港フィル・オーケストラのフィルム・コンサートでも見ましたしあと舞台版も2009年にリバイバル版が、えー、渋谷のオーチャード・ホールで、えー、公演があったのでその時も見てますまあそういった意味で比較をしながら、えー、今日は話してみます もともと1957年のブロードウェイ版のストーリーはシェイクスピアのロミオとジュリエットの本案ですなのでストーリーはよくご存知と思いますが簡単に話すとニューヨークでポーランド系白人グループジェット団とプエルトリコ人グループシャーク団が交想する中白人のトニーとプエルトリコからの移民ベルナルドの妹マリアの禁じられた愛と それが生んでしまった悲劇を描いています。映画は林間センターが建設されている建設現場から始まります。なのでこれは1950年代後半の物語だとわかるわけです。若者がペンキ缶を投げます。61年版はバスケットボールでしたが今回はペンキ缶です。61年版にあったプロローグでのあのポスターとかで有名な ジョージ・チャイキリスたちが左足を高く上げるシーンは今回のスピルバーグ版振り付けにはありませんでした61年版は振り付けのジェローム・ロビンスがレナード・バーンスタインの先進的で洗練された音楽に映像をはめていくその作業に凝りに凝ったためプロローグの撮影期間が大幅に延びて途中でクビになっちゃったほどですあのの足上げのシーンは 道を掘らせて下から撮影したと言います。日本人なら小津安二郎みたいにカメラスタンドを低くすればいいと思ったと思うんですけどね。タイトルバックも61年版はあのソウルバスのデザインの線だけの画面がニューヨークの街並みに変わるという斬新かつ編集の凄さでオーバーチュアからプロローグへ至るシーンで圧倒されました。 さすがにロバート・ワイズ監督は映画史上最高傑作と名高いオーソン・ウェールズの市民権を編集しただけのことはあります舞台版を超えて映画でしか見れないミュージカル体験をさせてくれますちなみにロバート・ワイズは同じ手法の俯瞰で上空から撮影するオープニングをサウンド・オブ・ミュージックでもやってますね今回のウエスト・サイド・ストーリーは振り付けがめちゃくちゃかっこいいんですよ 振付師のジャスティン・ペックは偉大な仕事をしたと言えます。61年版もダンスが物語を語るというジェローム・ロビンスが画期的な振付を見せてくれましたが、今回は吹き替えなしでみんなが踊り歌も歌ってます。実は61年版はマリア役のナタリー・ウッドもトニー役のリチャード・ベイマーも歌声は吹き替えでした。ナタリー・ウッドの吹き替えの声は マーニー・ニクソンがやりました。彼女は王様と私のデボラ・カーやマイ・フェア・レディのオードリー・フブ・バーンの声も吹き替えてます。その他、リター・モレノもラス・タンブリンも一部は吹き替えになってます。当時はやっぱり商品として綺麗なものになってないとというこだわりが強かったんでしょうね。だから主役級の役も本物のプエルトリコ人ではない人たちでロシア系のナタリウッドや ギリシャ系のジョージ・チャキリスが演じたわけです。アニタ役のリタ・モレノだけは正真正銘のプエルトリコ人でした。映画の前のロンドンの舞台では、ベルナルドをラスタンブリンがやって、リフをジョージ・チャキリスがやるという逆のキャストだったそうです。今回のスピルバーグ版はすべて本物を使ってて、プエルトリカは全員ラテン系のようです。2009年のブロードウェイのリバイバル舞台版もそうなってました。 アイフィールプリティのナンバーはスペイン語で歌ってましたから今回主演のトニー役のアンセル・エルゴードも上手に歌ってますあのベイビードライバーに出た時の寡黙な感じとは違いますねただポーラント系かどうかはわかりませんけどマリア役のレイチェル・ゼグラーも声が美しいですねアニタ役のアリアナ・デ・ボーズベルナルド役のデイビッド・アルバレスもセクシーマッチョで踊りもすごいです さすがラテン系です。特にアニタ役のアリアナ・デ・ボーズはオスカーの助演女優賞にノミネートされてます。僕はこれ受賞するんじゃないかと思ってます。まあもし取れれば60年前のリタ・モレノと同じ映画で同じ役でもらうので、まあこれは歴史的なものになりますね。まあ僕はウエストサイドストーリーはラテン系のプエルトリカンのもんだと思ってます。 だから彼らが躍動すればするほど乗ってしまいます。体育館のダンスもアメリカのナンバーも素晴らしいです。はい。ここで今回とオリジナルの舞台と61年の映画の曲の順番の違いをお話します。楽曲そのものは過去のものと何ら変わってません。作曲、レナード・バーンスタイン。作詞、スティーブン・ソンドハイム。この楽曲の素晴らしさ、かっこよさは今でも古びてないですね。 特にアメリカの歌詞は人種差別の問題をはっきり書いてますし、クラプキ準査への悪口のナンバーでは若者がなぜ飛行に走るのかをコミカルな曲の中に入れてます。かと思えば有名なトゥナイトやマリアなんかは砂糖菓子のように甘い。特にマリアなんてマリア、マリアと29回も言いますからね。まあこの曲は善歌門の男でも 恋をするとこんな風になっちゃうんだということを表現してますけど、ちょっとオーバーですね。えー、ちょっと字が小さくてすみません。緑色が1957年のブロードウェイ版の楽曲です。全16曲です。黄色が61年のウェスサイド物語。紫色が2021年版です。ここからちょっとネタバレもありますのでお気をつけください。 まず1957年のブロードウェイ版と1961年の映画版の違いを見ていきましょう、えー、プロローグジェットソングサムスンカミングザ・ダンス・アッザ・ジムマリアここまでは一緒ですがその次のトゥナイトとアメリカが逆になってますそしてその後舞台版ではクールが来るんですが映画版では G、オフィサー、ークラプキーが入ってますこれが舞台版と映画版の一番大きな違いでこのクラプキー巡査のナンバーはとてもコミカルなので舞台版ではザ・ランブルつまり喧嘩の後にこのナンバーが来るっていうのはちょっと違うんじゃないかということで映画版ではだいぶ前に登場しますそして喧嘩の後にあのクールを映画版では持ってきてて これがとっても良い効果を与えて、素晴らしい名シーンになってます。それとマリアが歌う I Feel Pretty も映画版では前半に持ってきてます。明るい歌を前半に持ってきて、後半はシリアスにまとめているのが映画版の特徴です。次は61年の映画と今回の2021年版の違いです。 プロローグの後、オリジナルにはないプ、プエルトリカの国歌、えー、ラ・ポリンケーニャを歌う場面があります。それから、えー、クールを喧嘩の前に持ってきてて、喧嘩の後に、アイフィールプリティを持ってきてます。まあ、ちょっとこれ意外でしたけども、このアイフィールプリティがとても効果を上げてます。喧嘩の結果をまだマリアは知らない。その時に楽しげに歌うマリアが、 余計にかわいそうに思えるののでですすこれは57年のブロードウェイ版と同じ構成ですスピルバーグは家でお父さんの持っていた LP で何度も何度もこの舞台版を聴いていたそうなのでこの曲人になったんじゃないかと邪推してますそれから今思い出しましたが61年版との一番大きな違いは途中で休憩があったことです2時間31分なのに休憩があり 今回は2時間37分なのに休憩なしです。まあ年寄りには大変です。トイレ行けなくて。監督のスティーブン・スピルバーグは映画のエンドクレジットに For Dad お父さんへと書きました。ミュージカル好きだったお父さんへ最高の親孝行だと思います。彼は天才監督と言っていいほど様々なジャンルの映画を撮ってきました。ジョーズ、E.T. インディ・ー・ジョーンズ、ジュラシック・パークといった一級品の娯楽映画からシリアスなカラーパープルやシンドラーのリストまで今回初めて挑んだミュージカルでしたがこれもスピルバーグの傑作の一つになりました彼の映画の中で僕が好きな一本にミュンヘンがありますこれはミュンヘンオリンピックで起きたテロ事件を題材にしていますちょうどあの2001年の311の後に作ったので賛否がありました この映画のメッセージは報復の連鎖には終わりがないということでした。彼の作品にはその時代だからこそ伝えなければならないメッセージがあります。今回のウエストサイドストーリーもアメリカが分断している今だからこそ人々の心に響くものになっています。そしてリタ・モレーノが61年版に続いて再登場した意味もそこにあると思います。 若い人は知らないと思いますが、リター・モレノはラテン系パフォーマーのレジェンドです。ラテン系として初めてイーゴットを受賞した人です。イーゴットというのはエミー賞、グラミー賞、オスカー、トニー賞、その全てを受賞した人に与えられる称号です。ちょうど香港の iTunes で彼女のドキュメンタリーがあったので見ました。 簡単にお話しますと、1931年にプエルトリコの小さな村で生まれたリタモレノは、ほどなくニューヨークへ移民し、16歳の頃、そのスパニッシュダンスの才能を MGM に認められ、ハリウッドに移り住みます。ですが、ラテン系の彼女には変なアクセントを話す、島の娘という小さい役しか回ってきません。世話をしてくれるはずのエージェントに、 あろうことか彼女はレイプされたという辛い悲しい過去もここで話しています。リタ・モレノが女性の地位向上、人種差別など人権に関する活動に積極的なのもこのドキュメンタリーを見て理由がわかりました。彼女がスターダムへ登るきっかけになったのが1961年の映画ウエストサイド物語のアニタ役でした。 プエルトリコからの移民とはまさしく彼女のことです。リタは厳しいことで有名なジェローム・ロビンスの振り付けを他の出演者以上に練習し、アニタ役を見事に演じ切りました。そしてアカデミー賞最優秀助演女優賞を受賞します。この映画に出演した中で、アメリカという曲を歌うとき、彼女がプエルトリコを馬鹿にした歌詞があって、 同じプエルトリカンなのにいいのだろうかと悩んだそうです。ですが彼女はこれはアニタが歌うのであって自分ではないと言い聞かせて挑みました。そして映画のラスト近く、マリアの代わりにキャンディーショップを訪ね、ジェット団にいたずらされそうになるシーンの撮影の時の話をします。アニタを侮辱するいろんなセリフを聞いていると、本当に涙が出て撮影ができなくなってしまった。 みんなは、リタ、これはただのセリフで君のことを言ってないんだよと慰めてくれたけど涙が止まらなかったと話します。そんなリタ・モレノは今回のウエストサイドストーリーに制作葬式としても参加しています。彼女の役は61年版では年老いた男性のドクが経営していた キャンディーショップの女主人です。オリジナル版ではなかった役からです。白人の旦那と結婚していたという設定が秀逸です。夫に先立たれ一人でこの店を営んでいます。そこで改心して働こうとするトニーがプエルトリコ人の娘マリアを好きになり、彼にスペイン語を教えてあげたりします。そのお店でジェット弾が アニタに乱暴を働こうとします。そこでバレンティーナは、何やってんだ、お前らはレイプマカーと怒鳴ります。このシーンはリター・モレの自身の人生を知ってから見ると、本当に心の叫びのように聞こえます。そのお店で彼女がソロで歌う Somewhere は感動的です。僕はもう涙が出ました。オリジナル版ではトニーとマリアの歌でしたが、 今回、リタ・モレノの演じるバレンティーナが歌うことにより、より大きな意味を持ちます。それは、世界はいつまでたっても差別や偏見がなくならないということです。現在進行形のアメリカや世界の分断という中において、それは大きな意味を持ちます。1957年当時を描いた映画を通して、2022年に生きる我々はちっとも変わってないじゃないかということを。 思い知らされます。彼女はいつかどこかに私たちの場所がある、と一種の諦め、そして希望を歌うのです。今を生きる人間にスピルバーグやリータ・モレノのそのメッセージが刺さるからこそ、これがどえらい傑作だと僕は思うのです。てなことで、また。